して鍛えることでリフレッシュして気持ちよく一日を過ごしましょう。テシコの美レッスンのコーナーでございます。さあ10月、今日は最終でございます。10月はですね、肩のストレッチをしていきましょうということでリフレッシュ体操をしてまいりました。本日も肩のリフレッシュ体操ストレッチしていきます。私の隣にはアシスタント翔太丸が来てくれていますので同じようにしてくださいね。今日はですね、腕を上に上げた状態で、ストレッチ、肩から、脇の下の筋、筋肉を伸ばしていくというのをやってみたいと思います。みんなでありがとうございます。まずは では、ね、姿勢を正しまして上からまっすぐつられてるイメージで座ります。息を吸いながらぐーっと腕を上げて耳の横まで来たらそのまま吐きながら右手で左手を真横に引っ張ります。耳と肘がくっつくように引っ張ります。吐いて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 吸いながら戻して、今度手を持ち替えて左手で右手を引っ張ります。耳と肘がくっつくように吐いて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 吸って戻って、一度手を下ろしましょう。吐いて、続いて少し肩の位置を変えてストレッチします。もう一度大きく息を吸いながら手を上げたら、右手で左手首を掴んだら耳の後ろに手を回して右に引っ張ります。そうです、耳よりも後ろに腕があるようなイメージで吐いて吐いて吐いて吸いながら戻って、手を持ち替えたら今度左手で右手を耳の後ろを通るように引っ張ります。吐いて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 吸って戻って、吐きながら手を下ろしましょう。では最後です。今度は前に向かってストレッチしていきますよ。息を吸いながら手を大きく上げて、右手で左手を掴ん、右手で左手を掴んだら今度は自分の耳よりも前に腕を引っ張っていきます。肘の位置と耳の位置を考えながら引っ張ってください。吐いて吐いて吐いて吸ってまっすぐ戻して、今度手を持ち替えてもう一度今度は左側に引っ張っていきますが、肘の位置は自分の右の耳よりも前にあるように意識しましょう。吐いて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 吸って戻して、ゆっくり吐きながら手を戻します。最後大きく吐きな吸いながら肩を上げて下げて吐いて、もう一度吸って上げて吐いて下げて、はい、ということで肩のストレッチでございます。なかなかね、首周りとか肩甲骨、肩、首というのは、力をこう入れながら急に動かしながらストレッチをしてしまいがちなんですけれども、そうすると筋肉とか筋とか神経とか痛めてしまったり、あとはもともとね痛めたりとか怪我をしてしまったりしている方にとってはすごく大きな負担をかける場合もありますので、ゆっくり息を吐きながらゆっくり伸ばしていくというのをストレッチの基本としてぜひ皆様覚えておいていただきたいなと思います。さあ今日も美レッスンリフレッシュいたしました。今日の残りの一日も笑顔で元気に過ごしてください。ありがとうございました。情報局入ります。本当はでかい。いいね、ビレッシュ、ね。ありがとうございます。ちょっとの感じがいいよね。うん、いやだって難しくできないんだもん。簡単なんですよ。翔太丸硬い。情報局、はい。クリスタルのサポートチーム、ワインのことならピーロートジャパン、日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、ゼロワンプロジェクトは保護犬の応援隊、クリスタルでは情報で失礼いたしました、クリスタルでは番組で情報を発信するコンシェルジュさんを募集しています。詳細お問い合わせはカタカナでクリスタルレインボークラブ .com、 または Facebook のクリスタルレインボークラブページをご覧ください。さあクリスタルからはいろんな情報局として、お知らせしたいことが今山ほどございます。
ワークショップをね、みんなで開催して、皆さんにたくさんいろんな情報、なでしこ学とかワンワンのこととかナチュラルケアとか、開催しております。皆様もそちらをチェックしていただけましたでしょうか。Facebook のイベントページも立ち上がっています。クリスタルのメンバーはそれぞれチラシを持って広報活動もしておりますので、つながっている皆さんはぜひそのチラシとか、Facebook を見ながら情報をキャッチしていただきたいなと思います。そしてですね、私が今一押しなのがクリアファイルなんでございます。私クリアファイルすごく好きで、文房具がすごく好きでね、いろんなあのクリスタルグッズ、ウーさんが書いたグッズがあっていつも嬉しくなるんですけれども、あのクリスタルの新しいデザインのクリアファイルもできました。セット販売でございまして、ワンコインで、ワンコインで2枚、そしてツーコインで5枚、ね、とっても可愛らしいファンキーな柄のクリスタルクリアファイルでございます。で、皆様からいただいたこのクリアファイルと、あとノートもあるんですが、この収益は、レインボードッグ保護犬のサポートの活動に使わせていただいておりますのでね、ぜひ皆様もご協力していただきたいなと思います。ぜひね、この後も YouTube、Ustream 等で画像もチェックしていただいて、どんなに可愛いクリアファイルか、ウーさんがいるのか見てくださいね。はい、ということでクリスタル情報局でした。さあ、それではここで一曲昭和ロマンをお届けしたいと思います。フォークニューミュージックのミュージシャンが歌謡曲を書いたらどうなるかという、今月はねシリーズでしたけれども、今日は沢田千佳子さんの会いたいお届けしたいと思います。作った方ご存知でしょうか。さっき聞いたな、財津和夫さんですね。素敵だったですね。あのご自身の実話にね少し近いものを感じて、運命的な出会いを感じたということをね、沢田千佳子さんおっしゃってます。聞いてください、会いたい。